はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。5時半を回りましたですね。5時35分ぐらいでございまして、だんだん暗くなってきました。いい気候でございまして、別に、今日は扇風機を少しつけたかなぐらいの暑さでしたね。行きましょう。デイリー新潮を見てましたらですね、こう何でもない記事なんですけど、最後の方にギョギョッとさせられる言葉があって、私たちはカゴの鳥、佳子さまが放った肉声、紀子さまと激しい口論の中身とはという、眞子さまの妹さまの佳子さまですね、非常にこう美しいで非常に活発なという、ここのところ眞子さんの話ばっかりですけど、佳子さんね、それまでは眞子さん騒動、小室騒動が起こるまではどっちかというと週刊誌は佳子さんばっかり追いかけてたみたいなイメージありますけどね。ダンスとかお好きなんですよね、な確か。今月11日、秋篠宮紀子さまはご自身の誕生日会見で、長女の気持ちをできるだけ尊重したいと眞子さまの結婚について述べられた。同時に佳子さまの将来については次女の意見をよく聞いて家族の語らいを大事にしていきたいとお気持ちを表現されたが、紀子さまと佳子さまとのご関係には暗雲が立ち込めているのだという。細かいな。かつて秋篠宮家に仕えた関係者が打ち明ける。秋篠宮家に仕えた関係者って誰なんだ。秋篠宮家はですね、各省庁からですね、出向した方々が、十何人ほど、要は役人ですね、出向がいるんですけども、しょっちゅう、いやいや、母さんも私こんなとこいとないって変わるらしいですね。なぜと言いますと、紀子様が厳しいそうでございまして、これはもう女性週刊誌の鉄板ネタでございます。はい、言い続けましょう。紀子様はお子様方に厳しい物言いで干渉されていた印象があります。年頃になられたお子様方にすれば口うるさく感じられた面もあったのではないでしょうか。実際紀子さまと佳子さまとのやり取りが口論に発展することも珍しくありませんでした。それこそ佳子さまがお母さんは結婚するときに納得した上で皇室に入ったのでしょ、でも私とお姉ちゃんは違う、生まれたときからここしか知らないのよと強い口調でおっしゃったこともあったほど、佳子さまはご自身がカゴの鳥も同然ではないかとおっしゃりたかった。紀子様はそれを覚悟された上で相思相愛となられた秋篠宮様と結ばれました。しかし宮家に生を受けたご自分たちはそもそも人生を選ぶことさえできないと佳子様のお言葉を耳にした紀子様はそれ以上反論なさることはなく黙ってしまわれました。よう見てるやん、あんたほんまにじーっと見ててな、こうやってなんかやったるわみたいなうわー大変やわこれはみたいな、それはあれですよね、家族でないのにそういうところに口挟めませんよね、それは聞いてるしかない、こうやって言って。眞子さまのご結婚問題と同様、紀子さまと佳子さまとの間の不安も秋篠宮家にとって大きな懸念となっているのだと。紀子さまっていうのは、悠仁さまともよくやり合うというふうなことをどっかに書いてありましたね。悠仁さまもご年齢で大変その、なんて言いますかね、言葉遣いが荒いと。荒いってどういうことな、どんなこと言わはんのを知りたいわ、ほんまにと思いますが、未来の天皇陛下ですからね。多分ね、私が生きてるうちに悠仁さまがお即位されるということはほぼないんちゃうかなと思うんですけどね。一応金城陛下ですね、で弟君がですね、皇嗣殿下のですね、秋篠宮殿下、第2位ですね、ご本人やらへんって言うたはったような気もしますけど、で第3位が悠仁さまでございまして、一応ですね、悠仁さまの第2位になるまでにはですね、まあ普通に考えて20年や30年あるんちゃうのと、まあ金城陛下の末永くですね、お元気にいらしてほしいわけですからですね、
そうですね、あと30年ぐらいはいらしていただきたいですね。まあ、その間に私はすいません、先行きます先にもういや、この人ではいなくなると、ずっと久人様のご即位は見られないんで、あんまり私はですね、その心配したくていいという立場でございますから、そんなどうでもいいわ、行きましょう。さらに姉宮と同様、佳子様も自由恋愛を経たご結婚を望まれているご様子が伺える。佳子様は ICU 国際キリスト教大学を卒業された2019年3月に文書を発表し、結婚においては当人の気持ちが重要であると考えていますと綴られている。佳子様のご学友が振り返るには、こっからですよ。佳子様は学生時代から自由闊達な方で、世間知らずな印象はありません。時には気になる異性の話を口にされることも。よくおっしゃっていたのは、こっからですよ。よく聞いてくださいね。私がいいなと思う人がいても、いざ付き合いそうになると、いつの間にかいなくなってしまうの。ということでした。どういうこと？9月16日発売の週刊新潮では、秋篠宮家内部で起こる異変について、商法するですか、これは。つまり、皇帝を命ということです。いやいや、これだけで買うの。冗談なたまには週刊新潮。もうなんていうかね、もう何年、2、3年なんかお付き合いしないような気がしますね。たまには週刊新潮来てえな、ほんまに。見本紙持ってきてえな、見本紙。ほんまに。まあいいですけど。あれですね、昔々の話なんですけど、雅子様ですね、現、皇太子妃、皇太子ちゃうか、現皇后陛下がですね、現金城陛下とご結婚になるのはですね、ちょまだ私が24、5の時ですから、今から34、5年前ですね、まだ私サラリーマンをやってたような気がして、サラリーマン仲間でですね、飲みに行って、とかいろんな話してたんですよ。それで、あの時にその雅子様はもうお綺麗でね、すらっと背が長くてね、当時外務省の職員でいらっしゃいます、外交官でいらっしゃいます。当時の 外務省ではですね、雅子様の姿がものすごい目立つんですって。なぜかっていうと背が高い背が高いし、まあ美人でしょ。背が高いとこ抜けて見えますわね、どこ歩いててもね。その次にね、色が黒かったんですって。だから雅子様が入省した時に外務省の中でわーって、あの背高い黒い女誰やねんみたいな話になってたという話をこの前聞きましたけど、まあそれは置いといてですね、雅子様とご婚約された時にですね、いろんなそのやっぱしね、私ら下々ですからいろんな話をするわけですよ。また民間やんって、美智子さんについて民間やん、なんか雅子さんってえらい賢いみたいやでとかで、あれ今まで誰か男と付き合うてへんのとか、外務省の中に おるとかおらへんとかで噂あんでとか、いやイギリス人の男性と付き合うてた経歴あるらしいとかっていう、全然根も葉もない噂だと思いますよ。そうしたらそんなイギリス人は今絶対生きてへんわって、なんでって野生同士がいてピクピクピクシッてやってんじゃん絶対そんなん出てきてもらったら困んねん日本にとってはとかっていう噂をしてましたですね。だから密かにですねピピピッとこう言ってんのかと、そんなわけないやと、いや話のネタとして面白いなと思って、京都の北にですね八瀬というところがございます。八瀬同士という方々がですね、天皇陛下の棺を担ぐのがお仕事でございます。昭和天皇が亡くなられた時にですね、わざわざ八瀬からやってきます。いろいろですね、これ時代小説のネタになりまして、昔は忍者やったんちゃうかと、天皇家の忍者やったんちゃうかと言われております。まあそれはいいんですけども、で、今回この子を佳子様ですね、話を戻しまして、佳子様、浦和垣、浦和垣皇室のお嬢様ですね、私がいいなと思う人がいても、いざ付き合いそうになるといつの間にかいなくなってしまうのって、どういうことなんこれまたなんで付き合えへんのって、いいなと思う人がそばに行って、それは大学でしょ、それがなんでいつの間にかいなくなるの。佳子様と付き合いそうになったら、どういうような男はどっかからデッと足引っ張られて、お前すぐにアメリカに留学生とか言ってビュッと飛ばされるんでしょうかね知らんけど。
なんせね、宮内庁はですね、お姉ちゃんの眞子さまの件でですね、お前ら何やってたんやーっていうことでですね、トラウマになったんじゃないかと思うんですね。だから、佳子さまだけはそんなことになってはいけないと。もうだからですね、必死のガードをしてですね、こう、痩せ同士みたいなのが常にこうやって、SP に化けてですね、もう見ててですね、あかんあかん、変な虫がつきそうやったら、いや、行こう、行こうって言われて、私が行ってくるって、チッて、あんたあんた、ピュッって引っ張ってですね、やってるんちゃうかという、なんかそういうことを想像させてしまいますね、ほんまにね。ほんまかどうか知りませんけどね。ほんまやったらえらいことやんか、ほんまにもう。まあでもまあ私が怒ってもしゃあないですけど、はい。まあアホな話はこれくらいにしときましょう。デイリー新潮でございましてですね、この私たちは過去の鳥、佳子様が放った肉声、紀子様と激しい口論の中身とはというのを貼っておきますんですね。私今みんな読んでしまいました。ほんまに面白いから。皆さんも自分で読みたいという方は見てみてください。はい、どうもありがとうございました。